おはようございます、エナジー福田です。前回ね、めちゃくちゃいい反応が良かった場所、もう一度攻めると魚が入れ替わって、おお、またいい反応が得られるんじゃないか、もしくは一日で魚の反応が変わってしまってる、ちょっとどっちか分かんないですけどね、まだ魚が残っていい反応を得られるんやったら絶対やっておくべき、釣りたいなっていうことで、もう一度同じ感じで攻めていきます。まあ、反応が良かった方法は分かってるんで、まあ、とりあえずタイニーで元気なやつをちょっと探して、ダメやったら魚を見つけてからはサイコロ、もしくは何でしたっけ、スズメムシか、あの辺で攻めてみたいと思います。果たして同じ方法で魚は釣れるんでしょうか。違う点は波ですかね、こんなザブザブしてなかった気がするから、これがいい影響になるのか悪い影響になるのか、どっちなんでしょうか。ルアーが狙ったとこ通しづらいですね、ちょっとあと流されてきてしまう。いや、今いたね、角にいたけどタイに嫌がった、逃げていきました。強いんかな、出てくるやつと嫌がるやついますね。ステーキが食べたいやつ、タイニー派のやつと、お茶漬けでさっぱりいきたやつ、サイコロラバー派のやつですね。サイコロでいきたいと思うんすけど、水が若干濁ってるかなっていう思いますんで、スモーク系じゃなく、白色持ってきたんすよね。これアメリカ白一人っていうか、何のカラーやろうと思ってググったんですけど、虫やったんでやめました。わざわざ気持ち悪い画像見なくていいなっていう。うわー、結構白いな、結構目立ちますよ、ね、あそこにいるんすか、目の前にいるんすか。あー、手前にモロコがうじゃーっといるんで、それ食べようとしてるっぽいっすね。多分波でいい感じに気配隠せてるはず。よし、あー、ダメやった。フッキングしやすいようにしようかな。ちょっと今サイコロラバーなくさないようにちょんがけやったんですけど、しっかりがけにします。サイコロラバーのロストより魚を取りたい。絶対ゴジありましたよね。パターン、そうパターン、これ合ってる。したくないよ。よしよし、お願い。お願い、バラしたくない。
よいしょゲット。多分2回目食ってくれた。やったー。でも毎回ヒヤヒヤしてしまう。やばい、手が震える。やばい、嬉しすぎる。狙ったやり方で無事釣れると。はい、ごめん。よし、メジャー濡らして。ビチャビチャしてるからこっちで。何センチでしょうか。おお、え、60？ あ、59。59だ、ほぼ60。お腹もでかいから。どっちなんやろ、餌かな。ありがとう。はい、59センチ、デカバスでした。ありがとう、来てよかった。あのサイズもいけるってことは、もうこのセッティングで大丈夫っすね。問題ない。慣れてないから、あんなサイズ慣れてないから、めちゃくちゃヒヤヒヤ。ちょっとフックも変えておきましょうか。めっちゃヒヤヒヤするし、不安やったけどラインブレイクするんじゃないかっていう不安やったけど、意外といけましたね。あの針をちょっとかける作戦の方が安心感が高いんで、今後もちょっとかけ作戦、ちょっとちょんがけか、ちょんがけ、ちょんがけでいきます。そしてフックを新しくしておきましょう、念のため。フック変えて、刺さりがねちょっとでも良くなるんやったら、それはいいことなので。うわー、久々に、なんでしょうね、ベイトタックルでゴリゴリにパワーファイトするのもありやけど、こういうのも、ほら手震えてる老眼とかじゃないっすよ、手震えてこう見えなくなってくるらしいっすね。そう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 、パワーファイトするんじゃなくて、こういう釣りも楽しいっすね。新しいそのヒヤヒヤっていう要素も追加されるんでいいですね。で、マス針はいつもねぐさっと刺してたんですけど、こんな感じ、真ん中ぐらいに出るように、今までこうさらにもう一個下に刺してたんですけど、これでいきます。でもファイト中にこれダサいなって思ったんですよ。ずっとここで耐えてるだけやったんで、ちょっと釣り竿を画面に映そうかなとかも思ったんですけど、ちょっといらんことしてバラすっていう可能性がかなり僕の場合高いんで、あ、やめました。いらんことしてバラさんように、もう釣ることだけを考えてやってみたら、方がやってみましたね。一匹釣れたらしばらく、さっき2匹多分いたと思うんですけど、こっちと反対側と2匹いたんですけど、1回釣れてしまったらもう両方反応しなくなるんで、警戒してか時間は置かないといけないっぽいっすね。これは嫌がってるんですよね、ビッグベイト。巻物にした方がいいんかな、普通に巻くやつ、スイムベイト系に。スイムベイトとサイコロでやってみましょうか。ステルススイマーでやってみます。これはもっと早い時期、早春とかにも大丈夫なんで、今の時期のバスにも有効なんじゃないでしょうか。波動が強すぎるのが嫌がってるかな、もしくはもう実際のしか食いたくないってなってるのか、どっちか分かんないんですけど、まあ、ずっとサイコロ投げ続ければいいとは思うんですけど、こうやって試していかないと分かんないですからね。いろいろやっていきましょう。まあ基本は欄干ですよね、そこは変わらず。おお、足元食ってた、捕食しに来てますね、モロコパターン。よし、よし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 、ちょうどいいタイミング、元気。あ、やばいかな、とりあえず耐えましょう。ラインテンションだけ保ちながら。あー危ない、そっちは危ない、そっちはやばいかも。木にすられたら多分
終わる気がする。チカチカチカ、そっちやばい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 。やばいよ、やばい、なんかそこ潜るってしてんの。潜った、あ、ちょっとなんか引っかかったかも。足元の草に引っかかってる。あー、オッケー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 。2匹目ゲット、めちゃくちゃタイミング良かったっすね。これはタイミングの勝利。よし、サイズはそんなにやけど、めちゃくちゃ引くやつでしたね。計測いきましょう。元気なバス、あ、50、細いけど53、4、なんかその辺でした。ありがとう、めっちゃ楽しかった、ドキドキした。いいバスでした。マジでネットなかったら危なかったっすよね。あれ、どこに針先が、ここに。いや、なんか潜ろう潜ろうとしてたんすよね。賢いっすよね。やばい、サイコロ落ちた。よいしょ。でもタイミングが良すぎた説が強い。だって釣れる前にバチャバチャ捕食してたじゃないですか。そこでドンピシャにやってきたという。サイコロラバーのカラーはあれかな、濁りによって目立つ系か白系。これぐらいの濁りやったら目立つ系にして、まあ、バスがしっかり見えるとか、それぐらいクリアだったらスモーク系っていう感じなのかな。徐々にバスのおかげで徐々に掴めてきましたよ。そしてチョンガケと。ちょっと思ったんすけど、普段やったらここで僕移動してるんですよね。移動せずにこの2つのポイントを巡りまくって入ってきたバスを全部釣っていく方が、まあ、待ち時間はかかりますけど超過時代伸びるんじゃないって思ったけど、成立するかな。バス待ち3時間に1回回遊するっていう、あの琵琶湖ルールがあるんで、それに従えば、そうですね、1ポイント1時間、長いな1時間待つのは。でも釣れるんやったら待ちますよね。観察してとりあえずバスを発見できれば比較的簡単に食わせられる。適当に投げてもねいいんすけどね、バスに対して変なとこに通して警戒させたくないんですよね。ある程度狙って投げたいということで、あの場所で待つ2時間3時間待とうかなと思ったんですけど、暇だなーって何もせずに2時間3時間待つの暇すぎたんで、ちょっと大きく移動してきました。その待ってる時間使ってうろちょろしてみて、バスがいないのか探そうかなと思います。で、条件が似てるとこですね。こういう木の根っこがあってバスがいそうなところ、なんかね木の根っこで釣れてるような気がするんですよね。だから木の根っこゾーンを巡ってみようかなと。いないね、雰囲気めちゃくちゃいいんですけどね。はい、そんな感じでやっていきます。釣れてるんで楽ですね、気持ちが楽余裕ができたのでビッグバード使いたいルアー、釣りたいルアーでやっていきましょうか。いけるかな、難しいな、ちょっとあんま入りたくない、あんま入る前に。いいねガボン、あ、ここまでかな。
よいしょ。着水させてここでバスを寄せると、動き出したところでドカーンの予定なんですけどね。やっぱ楽しいですよね、こんなんで釣れんのっていうルアーでじゃれ合ってほしいな。キャスト技術か、なんか雷魚出そう。反応なし。よしよし、おい、めっちゃ暴れた。よいしょ、クロウ系ベコンクロウ、はい、40くらいかな。ありがとう。ビッグアドはさすがに無理だなと思って、クロウ系の直リグですね。ちょっとめんどくさがりました。ビフ的やろうかなと思ったんですけど、なんか足元いましたね。ビフ的やろうと思ったんですけど、めんどくさいんでこれに。見えばすいましたね。いい感じに濁ってるから気づかれなさそう。この木の左側引っかかった、引っかかった。何の濁りやろう。この濁りあんま好きじゃないんですよね。おいー、びっくりした。足元コイもいますね。気づかれたかな。いなくなった。この真下にいたんですよね。ちょっと入り込みすぎたかも。ピチャピチャって入って、それで気づかれたかもしれない。さて、いるでしょうか。曇ってきましたね。いたらね、なんか同じ釣り方でしか釣れてないよね。まあいいか、釣れればいいか。再放送っていうか同じ釣れ方な気がする。一個前の動画を重ねて釣れたってしてもいけそう。暗くてちょっと見えないな。でも釣れるうちに釣っとかんとね、釣れんくなる可能性が高いんで、釣れる魚は釣れるうちに釣っとかんと。魚が今日いないっすね。全然いないので今日じゃないんかも。なんでしょうね、やっぱモロコかな。